2020年、悔しさをバネに J2 へ再び返り咲いたザスパ草津群馬。チームスローガン上昇気流を掲げ、奥野良介監督が新たに就任。そして2021年には新加入となる13人をメンバーに迎え、新生ザスパのスタートを切る。新加入選手とともに既存の選手の融合というところを心がけてまいりました。そんな中で共通理解が非常に高まってきたなと。これからいよいよますますコンビネーションもよく流動的なサッカーをお見せできるような状況になってくるんじゃないかなと、そんなふうに考えています。目標として勝ち点50、16以内というものを設定しております。これをできる限り早期に自分たちの力で実現し、皆さんにもっと喜んでもらえるように上位を目指す、そんな心づもりでおります。いつも応援ありがとうございます。上昇気流2ということで、チームとともに一緒になって上昇する喜びの流れをサポーターの皆さんと作っていきたい。そしてクラブとともにサポーターの皆さん歩んでください。よろしくお願いします。今月のスバリズムザスパ草津群馬特集では、新たに迎えた13人のメンバーを順番に紹介していきます。まず最初に紹介する選手はこちら。ザスパ草津群馬27番奥村浩二です。2番白川隼です。2人で頑張っていきましょう。お願いします。僕はすごい優しいなっていう印象を持ってます。本当に先輩方がめちゃくちゃ優しいんで、本当に自分がサッカーをしやすい環境を作っていただいて、本当にやりやすいなっていう第一印象です。どこまで行っていいのか分かっちゃいけないだろうっていうのがやっと分かってきたから、これからちょっともうちょい深くやっていきたいなっていう感じかな。私は運休で親にプレゼントを買いました。何？リュックとイヤホンを。ちょっとアプローチを買おうかなって思ってます。両方？いや、お母さん、お父さんはちょっとバイク通勤なんで、あったかいマウンテンパーカーあたりを買おうかなって思ってます。いいですね。初任給というか、車を1月の終わりに買って。何買った？難しいな、これ。カメルタと言ったら電流の分サングラスこんなかな。普段は、まあ、平井大とサカナクションは、まあ、結構大きいかなっていう。いつもラジオとかしてるんだけど。ラジオ大きいですよ。雄大君歌は聞かないんですかって言われてる時もラジオ渋いですねって言う。ちょっと恥ずかしかった。いや、浩二とは大学4年生の時に対戦してて、まあ、第一印象というか、もうプレーのサッカーの印象はもうめっちゃうまいな。まあでも試合は勝ったんですけど、逆に私生活の印象は、なんだろう、仲良くなったらめっちゃグイグイって感じかな。あんまり言いたくないんですけど、パリ・サンジェルマンに勝ったことがあるっていうぐらいですかね。レイソルの時に、ユースの時に、世界大会に毎年呼ばれてて、その時に、まあ、パリとグループリーグを交じって、バルサと交じったんですけど、バルサに引き分けてパリに勝ってグループリーグに突破してっていうのがあります。大学のサッカーリーグで令和第1号ゴールを決めた。なるほどね。タワマンに住みたいって思った。いや、すごい高いところに住みたいな。いや、俺絶対嫌だな。そう、なんか一軒家よりもなんかタワマンがちょっと憧れがあって、タワマンに住みたいなって思った。それなら一軒家、大きい一軒家はプールとかついてる一軒を建てたい。建てたいね。あとはいい車に乗りたい。ああ、車好きだから。特に何を乗りたい？レンジローバー。
チームの目標は16位以上っていうの目標があって、勝ち点も50以上っていうのがあるんで、まずはそこに少しでも貢献できるように、自分のその特徴であるビルドアップ、ロングフィード、高さの部分で勝利に貢献できたらいいなっていうふうに思います。で、個人としてはまずは試合に出場すること、そして試合に出場したら、チームに貢献する、活躍するっていうことを目標に、1試合でも多く試合に出るように、まずは練習から積み重ねていきたいなというふうに思ってます。個人としてはとにかく、少しでも多く早く試合に出たいなっていう部分があって、これからもっともっとやらないといけないっていう課題がいろいろ練習で見つかってるんで、それをしっかり、自分で改善して、トレーナーとか講座しながら改善して、この1年間戦えるかなっていうのを早く作って試合に出たいっていうのと、あとは自分の特徴であるパスっていうところとアシストっていうのは期待してみてほしいなっていうふうに思います。じゃあ以上です。1年間頑張りましょう。頑張りましょうね。以上です。ザスパ草津群馬22番の高橋入也です。26番の市木隆一です。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。環境にも慣れてきて、チームの雰囲気にも馴染めつつあるかなっていう感じかな。ユリアはみんなやっぱ言うんですけど、本当ベテランの先輩方がみんな引っ張ってくれていて、いい雰囲気で練習できてて、本当にいいチームだなって感じるんですけど、まだまだ馴染めてないなってのがあって、本当ここからかな。ザスパの印象ってより、やっぱ群馬初めて来たんだけど、風が強い。その中でやっぱずっとこうサッカーしてたら強くなるかなって感じてるんだけど、そういうわけではない。そういうわけではない。俺本当に一木の第一印象って言ったら一つなんだけど、やっぱただ単に怖かったよね最初本当に。でも練習中とかもなんかよく言われるじゃん、一木怒ってるって。そう、よく言われては来てるけど、何が怖いのかっていうのにまだ実際のところこう怒ってはない、何も怒ってない。無な一にはちょっとなかなか話しかけれなかったんだよね最初、怖くて話しかけれなくて、でちょっと 2,3 日した後に敬語で話しかけてみたら、ちょっといいやつだったから、まあ最近こう仲良くなったかなって感じ。逆にどう、俺の第一印象。第一印象はひょろ長い。ああ、褒めてる、褒めてるんだよ。褒めてはない。褒めてはない。褒めてはないから。山田とかもさ、多分まだできる。抑えすぎてるでしょ。でしょ。本当に、まだできるよ、あいつ。絶対もっとやばいもん、爆発したら。まあ、キングもどうだろうね。キングどう、最初見たとき。キングは、なんか最初俺の部屋に入ってきたときから、なんかめっちゃニヤニヤしてた。そういうやつだよね、あいつは。イチよろしくね、みたいな感じだったけど。確かに。最初俺コウジとしか話してなくて。コウジでもちょっと顔怖くない？顔怖いね。そう、いや、言えないけどね。言えないけど。その一回、その横浜 FC と練習試合やったときに、キングカズさんがいたんだけど、全員で集合写真撮った横に俺並んで肩組んでっていう写真。それは自分から行ったの？あっちから来てくれたの？いや、それは自分から行った。海外にも住んでたことあって、シンガポールとかチリにも住んでたから、それがちょっと自慢できるかなって感じなんだけど、自慢していいかな、それは。自慢していい。いい。スペイン語で、ボールよこせとか、ヘイヘイっていうのがキーアカーっていうの。キーやかって言えば、とりあえずもう日本のはいはいみたいな、よこせ、何でもいいから、キーやかって言って、ひたすらサッカーしてたのだけは覚えてるから。次練習で使ってみて、キーやかって。やばい。やばい。いけると思うよ。目標はずっと2桁得点って言ってるんですけど、そこはぶらさないでやっていこうかなと思ってます。長身を生かしたポストプレーと、あとパンチ力のあるシュート。いや、そんなにやけないで自信持って。
まあ俺はチームの目標としてはあの勝ち点50以上16位以内っていうこう掲げてんだけど、このチームもっと上をこう目指していけるんじゃないかなって俺思って、まあ個人の目標としては25試合出場っていうのを掲げてて、試合に絡んでどんどん自分を出していけたらなって思ってます。左引きは持ち味なんで、サイドバックとしてこう攻撃参加から その左足を生かしたプレーとかクロスとかをこう見てほしいかなって思います。与えたその自分の特徴っていうのを、まあ、試合で早く見せれるように頑張るので、会場にぜひ来てください。自分もちょザスパクサツ群馬、そして群馬県の皆さんのためにこう全力を尽くすので、ぜひ期待してもらいたいのと、スタジアムで皆さんに会えるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。じゃあ以上でありがとうございました。ありがとうございました。